おはようございました。むちちゃんです。さあですね、横山が受けてきました。早稲田教育学部どうだったんでございましょう。いや、去年よりは簡単かな、あ、簡単、英語は結局問題3問でした。あ、題も3つで読んだ感じ読みやすかったですか？2、3か、うんうん、そうかなっていう。そうかな、そうかな、ちょっと読みやすかったかな。あ、なるほど。会話はなしですね。なんか変なのがいっぱいありました。変なの、ああ、間に入ってるんだね。なるほど、本当だ、会話が間に入ってるみたいなのがあって、だレベル的にはそこまで高くなかった。いや、むずいですよ。あ、でもむずいわね、はい。でも去年の大問2とか、うん、意味わかんないのじゃなかったです、うん、なるほど、それよりはよかった。まあ、だから一昨年からむずくなってるけど、一昨年の、いや、でも一昨年と変わんない、一昨年と変わんない、それより前のよりはむずいってことだね。あ、さすがに、はい、さすがに。はい、なんか間かもしれないです、ちょっと。なるほど、わかんないです。なるほど、じゃあ23年よりは優しくなったけど、22年よりはまあ同じか、それぐらいってことですね。だから21年からこう前のやつっていうのは簡単でしたからね、はい、ダーウィンとかじゃなかったっす、うん、はいはいはい、ダーウィンね。さあ、国語はここ最後に受けんだよね、はい、あ、そうっすだね、全然わかんなかった、知らずに行ったの。はい、国語が最後ですよ、はい、だからほら他の人たち、数学の人たちは数学受けてるから、はい、国語はどうでしたか？去年よりそんなむずくないと思う。去年よりむずくない、はい、なるほど。え、じゃあ先に言わなきゃいけないか、教育学部の何どこ、教育学部の、はい、自分の受けたとこ知らないんかい。教育学部すごい複雑に分かれますからね、いっぱいあるので。教育学専攻、はいはいはい、教育心理学、こっち大丈夫、何も情報出ない、教育学専攻、はいはいはい、なるほど。あ、心理学、え、なんか去年の倍率見ただけです。あ、そう、いや、でも心理学って人気ないの？え、なんか去年が一番なかった、不思議。慶応、いや、多くて減るかなって。あ、なるほど。そう、だって慶応の文学部でもさ、その後専攻分かれるけど、心理ってめちゃめちゃ人気だからね。文学部なんですね。そうだよ、心理って文学部結構多いでしょ。なんかめっちゃ訂正、キモい訂正入ってる。え、訂正入ったんだ、何の。え、マジしょうもないです。なんかそうそう、途中でなんか、うん、この防線部が、うん、もっとあるよっていう。なるほどね、言葉が違うよとか、はい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 、文化削除されるとか。え、文削除されたの、それまずくない、削除みたい。そんなの、はい、マジか。なんだろう、それがあるとなんか厄介なことがあるってことでしょ。でもそんなの受験生たちは気づかないわけだよね。それがあるとここも答えになっちゃうとかさ、そういうのが出ちゃうってことでしょ。どうしてもダブル正解にするんじゃないですか。それだったら先に言っとかないといけなくないだって、なんというか。え、社会たまにあるんです、なんか削除、正解複数はありますって言われるの。はい、言われないです、あの、終わった後に。終わった後でしょ、はい、そうそうそう、終わった後じゃ困るわけじゃん、だってさ、悩んで、まあまあ、悩んでやったのになんで複数あったんかいみたいなのさ。だから難しすぎるんでね、その分そういうことが起こってしまうっていうので、はい、非常に厄介なやつでございます。やっぱ長いね、はい、あ、水俣病だ。あ、長い。あ、漢字威嚇とか書いてますけど、古文はどうでした？あ、そうか、まあ聞いてない、原文は結局どうだとできたの？どうなんすかね。どうなんすかね。古文は他の方ができた気がします。おお、なるほど。じゃあ国語漢文の方が果たしてどうなるのか、怖い怖い、やったりてー、いやー怖い、これ見るのも怖い。俺だってほらね、慶応の時はさ、もう受け取ってみたからさ、うわーいみたいなさ。スペル。え、日本史、はい、得意の日本史はどうだった？え、なんか大問形式変わった。あ、そうなの。え、なんか大問4が4問ぐらいしかなくて、うん、あ、問題数が、あ、そうです、これなんか資料いっぱいあって、資料だね、あー、怖っ。大門5、うん、やっぱ用語のレベルは高いんですか、ね、え、そうなんですか。知らないよ、俺は分からない、日本史じゃなかったし。なんか書きは別に、うんうんうん、書きは別に、え、やっぱり、うん、まあでも、うん、むずいですね、むずい、はい、というのが感想でございました、やはり、はい、なかなか厄介だったということで。なんかよく分かんないの2つだった。うん、山の名前とか、宋がよく行く、宋がよく行く、宋がよく行く、山の名前はみたいな、どういうこと、知らない、仏教の聖地ね、ああ、X の位置にありって言って、あ、中国の話なんだ。あ、そうそうそう、何人もの宋が訪れた山の名前、なるほどね、これ世界史の人たちもやんないでしょうね。なるほど、わかりました、そういう感じだったわけですね。手応え的には
去年よりはさすがにあったっす。去年よりはあったと。英語が、あ、またチャット GPT の話出てるね。あ、ちょこっとですね。オープン AI、 もうチャット GPT 出まくってるね。和製法にも刑法にも出てたし、同じようなものやっぱね出るんでね。だ、ちなみにチャット GPT に総計の問題解かしても解けない。無理ですね。やっぱマーチとかまでだったらだいぶ解けるけど、総計は無理です。人間が悩むところは解けない。来年までに解けるようになってくれればいいんだけど。はい、ということでございました。人科はどうだったんで、今年はまだ全然問題出てないから。日本史めっちゃ難かったです。日本史が激難か。そう、あの去年がちょっと簡単だかな、それ加えてでめっちゃ難かった。なるほどね。で、英語はどうだったの。英語は全知識全然分からなかったです。あ、やっぱ全知識問題が難かったということですね。なんかコメントにレイズ出たって聞いてたんだけど、レイズ、ライズとレイズの違いと、あー、サン、ライズ、何あれ、生後、生後、はい、一番最後に出ました。出た、それ溶け出す。え、溶け出す。それ溶けなきゃダメだけど。え、それどうせ多動詞か自動詞かでしょ。え、なんかザ、サン、ライズみたいな。あーあーあーあ、なるほど、名詞の方。え、くっついてなかったっす。違う、名詞のライズ、動詞のライズ、どっち覚えてないんかい。え、5文字のホース。5文字のホースって4文字と5文字あるじゃないですか。どういうこと、何を言ってるの。違う、ライズには動詞と名詞があるわけじゃん。どっちが聞かれたのってこと。え、名詞、スペルじゃなくて名詞のライズね。はい、はい、それを聞きたかった。だから和製法に出たわけよ。レイズって書いてあって、レイズじゃなくてライズが正解っていうのが出題されてるんで、だから同じようなとこって問われるので、そう、だから必ず他の学部の問題も見といた方がいいっていつも言ってる。ほらね、出るんですよ。もしかしたらこれ見てたらあるかもしれないからね。またもう今年出題されてるものは普通に見ます。はい、はい、じゃあやっぱ全知識が難かった。正語はじゃあ、正語なん怖いな。怖いんだ。文脈のやつは普通にできた。読解は普通にできた。できててほしいですけどね。できてほしい。それもう全然あの手応えじゃない。それできててほしい願望じゃない。それ終わっちゃったっすもん。そう、終わったから何とも言えないけどさ、それちょっとできてたのかどうかを知りたいわけ。じゃあとにかく日本史が難かった。日本史難かったっす。英語は読解は分かんないけど、まあ、全知識が難かったと。全知識が、まあ、今後見て。英語はでもね、多分上がった気がします。上がった正答率が。ああ、なるほどね。そんな難くなかったと。いや、今年ね、本当に出ないんですよ、問題が。予備校の、あのね、うわ、分かった、働き方改革だよこれ。土日休んでる、マジで。だからマジで遅いの出てくるのが、土曜日を挟んで、タイトル送ります。え、タイトル送ります。あ、そうだね、はい、土曜日を挟んでるやつ全然出てこない。もうマジでちょっと、それ新聞社の問題なのか予備校の問題なのか分かんないけど、出てこない。だ、問題だけ出してくれよって思うんだけど、見れないんでね。じゃあそれも、なるほど。じゃあ国語は、人科の国語がむずいって言われてたけど、古漢が、多分例年よりちょいむずいになった。ああ、そうだったんだね。多分教育とあんま変わんないぐらいです。なるほど。じゃあまあどうだったのか、本番頼む頼むということで、まあ、あと2つ残ってるんで。そうだね、応援をよろしくお願いいたします。はい、そうだね、社学も賞も残ってるからね。賞、社学、社学より賞っすよ。そうね、そちら、はい、頑張っていきたいと思います。多分ね、社学の日はギリ帰ってこれないと思うんだよな。ついても9時とかになっちゃうからね。もしね、9時戻ってくれたら生配信で。ああ、OK です。どこで休むのか分かんないけど、これなんで。よし、OK、分かりました。じゃあぜひ頑張っていただければと思いますね。はい。さあ、はい、この後じゃあちょっと継承の何があったんかをちょっとね、取らないとね。ちょっとサブちゃんの方出しますね。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひウォッチング。